法輪高木の携帯使用税特別編、今日は MWC をやっているはずだったのにやってないバルセロナで、なぜかファーウェイさんが発表会というか、まあ、一応お披露目イベントですかねをやっておりまして、メイト XS とか、メイトブックの新しいモデルとかいろいろ発表されましたので、それをちょっと順次速報でお伝えしたいと思います。法輪高木の携帯使用税、こちらが発表されたメイト XS、 ちょうど1年前に出たメイト X、外向き折りたたみ端末の、後継モデルということになります。基本的には、構造その他、デザインは、変わりありません。実はなんとサイズも同じだったりするんですが、よいしょ抜いちゃったみたいな感じなんですが、こんな感じの構造になっております。で、ぐるりんちょっと回すと反対側も、ここはディスプレイなんですが、まあ、このちょっと暗くて分かりにくいんですけどね、この辺にカメラが並んでおりまして、で、まあ、当然ライカカメラなんですが、こんな感じですね。でここのボタンを押すとパカーンと開きますと。で開いたこっち面がディスプレイということで、こんな感じのデザインというか大きさになっております。これは8インチの、フォルダブルオーレットフルビューディスプレイ、ウィズファルコンウィングデザインというふうにファーウェイさん名付けておっしゃいますけども、こんな感じの形になっております。で例えばブラウザを起動して同じで表示されますと。で、例えば実はこれを折りたたむとこのサイズで表示されますという感じですね。で例えばここにこんな感じで携帯ウォッチが表示されて読むことができました。でこれは今携帯ウォッチの画面が出てますけれども、これもまたそうですね。でこれをピッと開くとほら全画面表示という感じで、こんな感じで携帯ウォッチも見れちゃうと。これでも多分ビデオも見てみたりして我々の番組を見ようとすると、ちょっと最新号をこんな感じで再生しようとすると、はい、こんな感じで動画も再生できる。まあこれ今 Wi-Fi で飛ばしてるんでちょっとカクカクしてますが、普通にまあ見ることができますと。でまあ例えばこういう感じでホームページを見てる中で、これなんか YouTube ですね、はい、で出てるとピュッてちょっとここら辺を出すとですね出てきました。でそうするとここで例えば、仮に何でしょうかね、カリキュレーター出すとこんな感じで、電卓がポップアップで表示されて、これは位置はここを掴むとこう自由に動かすことができるし、もちろんこう数字を入れて計算することもできますと。出てきましたと。で出てきたんで今度はじゃあ例えばギャラリーをこうやって表示するとで終わると。例えばこれでもう一回このギャラリーを終わっておいてニュッと出すと、はい出てきました。でこの状態で今度さっきのギャラリーをこういうふうにしてやると今度は2画面で表示ができると。で例えばこっちの画面で、まあ、こうやってなんか動画を再生したりして、例えば一般的な使い方で言うと、まあ、例えばチャットしながらなんか携帯使用で見るとかそんな使い方もできますというものでございますと。からカメラはこんな感じで、今全画面のカメラになってますけれども、よいしょ、こんな感じでなんか前で作業してるお兄さんとか、このお兄さんとかいますが、例えばポートレートに切り替えてちょっとお兄さん、あちょっと見えませんね、こんな感じでお兄さんが見えるとこういう感じのことができます。これナイトモード、アパーチャー、アパーチャーなんかはこうなんか物を、あの辺の物をこうちょっとズームアップして撮ろうとすると後ろ側が若干ボケ気味になってくれて、まあ、かっこよく撮れますかねと。当然他にもいろんなモードが用意されているので、ライトペインティングとかムービングピクチャーとか
ここの辺はファーウェイさんの端末の、まあ、基本的には UI を順次して使っているものですと。でじゃあホーム画面に戻りますと。さてこんな感じのボディなんですが、なんつうも非常に薄いと。こんな感じですね、本当に。で前のモデルに比べるとこのまあうねうね感つったらあれですけど、フィルムだったところのこのまあやや、ちょっと波打つ雰囲気があったところあるんですが、これは非常にフラットで綺麗になっていて、あとヒンジの動きもですね、若干こう従来のに比べると少し硬くはなったんですが、まあ綺麗にこう収まって、でまあこの状態で普段は使っていただいて、まあいざという時だけパカンと開いて大画面で使うというような使い方がいいのかなということで、ちなみに今回のモデルは 5G モデルで、チップセットも新しくなっているんですが、値段も少し高くなっていて、その他のスペックは基本的には共通と。まあ、果たして日本で出るかどうか、まあ、ちょっと今のファーウェイさんの状況から考えると何とも言えないですけれども、なかなか面白いモデルではないのかなということで、それからもう一つ大事なこと、見ていただくと分かるんですが、 Google サービスはなく、ファーウェイモバイルサービスによるまあ、アップギャラリーですね、今回発表されました。いろんなアプリが出てますので、まあ、これをここからダウンロードして使っていただくということで、まあ、HMS メインで行くということを、まあ、発表されましたということです。まあ、あの他の従来の2019年以前に発売されたモデルに関しては従来通り Google のサービスで、これも継続してサポートしていくということなので、まあ、実は2本立てみたいな感じになりますけれども、まあ、米中貿易摩擦の中、まあ、ちょっと苦肉の策という感じもしてたんですが、実はやってみるとユーザー数も多いんで、今後この HMS はどうなっていくのか非常に注目はされる一台でありました。続いてはじゃじゃじゃーんということで、はい、キリン990、Mate X と同じチップセットを搭載してますが、ファーウェイシェアを使ったりとか、まあ、画面のデザインとかも大きく変わりましたし、まあ、このファーウェイ M ペンシルというのも使えてですね、字も書けたりするそうですし、まあ、キーボードも触れますけれども、あのこんな感じになっておりました。よし、ちょっと撮ってみましょうかね、はい、ちょっと遠目なので撮りにくいですが、デザインになっているモデルと、はい、でこんな感じになってますが、まあ、リエクスプレスのアプリとかあったりしますね、はい、お早いですね、まあ、Wi-Fi でつないでるんでこんな感じですけども、はい、になっていますと。であと例えばじゃあカレンダーを表示したりとか、まあ、ギャラリーもこんな感じで、これはあの非常に美しい、まあ、映像の、はい、サンプルですけど、で左上見てると分かるんですけど、まあ、パンチホールのカメラが採用されていますと。おお、すごい画像だ、ちょっとびっくりみたいな感じですけども、よいしょ。で、基本的にはあのブラウザー、じゃなくてなんだっけ、Mate X と同じで、これもアップギャラリー搭載ということで、まあ、アップギャラリーで、いろんなアプリを入れて使うことができます。それと Google Play 対応ではないということですね。おこんな感じでアプリの切り替えもよいしょできますと、はい、はい、でこれはオートデスクというアプリで、まあ、これで例えばこんな感じで、まあ、字が書けますと。結構ね追従性はいいです。だから割とありなんじゃないかなという感じです、はい、よいしょ。でまたこういう感じで切り替えをして、よいしょ、はい、まあ、電話も入ってますね、はい、これはメモ帳ですかね、ここにも当然字は書けますと。で、この上の部分のところに一応こんな感じでマグネットでピッとつきます。であとは、この本体側と背面で、で、まあ、こんな感じでパソコンのようにして使うこともできますと。なかなかデザイン的にもいい感じだし、ちょっと欲しくなった1台ですが、メディアパッドプロをお届けしました。続いてはですね、 CPE 端末のコーナーに来ました。まあ、こんな感じのいわゆる据え置き型の、お家用の、これは 5G のモデルですが、 5G、CPE Pro 2という新しいモデルになります。
で、まあ、こんな感じで、まあ、お家に設置していただくタイプですね。後ろに2、3のポートがあって電源があってという形になりますけれども、まあ、このタイプは、まあ、結構 5G がラストワンマイルに使われる可能性が高いので、結構需要があることが期待されています。そしてもう一つ後ろにあるのは、これは黒いモデルと白いモデルと2つあるんですが、ファーウェイ Wi-Fi AXE クワッドコアということでですね、いわゆる Wi-Fi 6 プラスに対応したモデルが登場します。Wi-Fi 6 プラスって言って勝手に拡張したように思いますけど、 Wi-Fi 6 の次のバージョンが、まあ、拡張バージョンということで、もうすでに世の中には存在して発表は一応されているのかな、ということでこれが出てきます。後ろ側にはこんな形でイーサーのポートもついてまして、もともとこれ無線なんていうのは、まあ、当然のことから無線で電波飛ばして、まあ、ネットワークを作るわけですけども、こう後ろに棒が立っているように、まあ、アンテナをたくさんいろいろやらなきゃいけないんですが、アンテナの技術っていうのは実はファーウェイさんは、マルチユーザー MIMO とかいろいろスマホの方でたくさんやっておりました。その辺のノウハウがどうやら生かされたモデルになるようです。日本でもモデルは出てますんで、これも出てくるんじゃないのかなということで、これはまたちょっと期待したいと思います。続いてはですね、パソコンになります。Windows と10を搭載したパソコンということで、こちらはファーウェイ MateBook D14 という機種になります。ファーウェイシェアも使えて、指紋センサーでロック解除みたいな形になっております。こちらはですね、こんな感じになって、まあ、これスペック表も今出てますけれども、第10世代のインテルの、コアシリーズの、これはコア i5 ですかね、i7 と搭載しておりますそれぞれラインナップされているそうですが、側面がこんな感じで、USB Type-C で充電しつつ Type-A もあり、横に HDMI あると、まあ、今時のいわゆるこれをモダン PC というのかどうかは何とも言えませんが、いわゆる最近のスリムなモバイルパソコンの、モデルということになります。ちなみに重量は 1.38kg、 まあまあ持ちやすい、もうちょっと軽いもありますが、まあでもデザインも結構かっこいいので、こんな感じのモデルになります。まあでもどうかな、でも結構重いサイズかなって気はしますが、X1 カーボンとかありますから、まあ、もっと軽いのありますけれども、こんな感じのモデルも登場します。多分これも日本に出てくるんじゃないですかね。はい。そしてもう一つ、これと一回り画面が大きくなったモデルがこちらになります。こちらは MateBook D15 というモデルになります。でこれもまあ基本的にはデザイン同じ、先ほどのモデルにもあるんですが、実はちょっと見ていただきたいところが、このキーボードの中央のところですが、ここにこんな感じで、インカメラというかカメラがついておりますので、まあこれを使って、例えばテレビ会議をしたりして、使うことができますということで、これもなかなか、まあ、両機種に全一応今ファーウェイのMateBookには一通りみんな載ってるのかな、こんな感じのモデルも登場します。よいしょ、スペック表はこんな感じですね。はい、こんなスペックでデザインはこうという感じになりますけれども、こちらは 1.53kg で、まあ、結構重量級ですけど、まあ、かなりパワフルなモデルじゃないかなということで、期待しております。MateBook のなんか数字のちょっと違う13というモデルと、もう一つ向こう側に14というやつがいるんですが、これはですね、PC ウォッチとかのライターでおなじみの平沢さんによると、第10世代の、インテルのチップセットが載っているので、前田バージョンアップ新しいモデルではないかということだそうです。まあ、今回のプレゼンテーションでは実際触れられてないんですけども、こんなモデルが、もうラインナップ、これも 1.3kg、 まあまあいい感じのサイズ感ではないかなと。結構
僕は好きかもっていう感じですかね。まあはい、こんな感じで開きやすくなっておりますが、こういうモデルともう一つはこんな感じですね。スペック表もあって、はい、こんな感じになりますが、こいつもこのぽっこり飛び出すこのインカメラが存在しますけれども、はい、こんな感じになっております。ちなみにさっきのカメラはですね、このインカメラ、さっきの13インチの方にはあるのかな、まあ、ないっぽいですねっていう感じになっております。はい、以上ファーウェイメイトブックシリーズの新機種でした。法輪高木の携帯消費税特別編ということで、ファーウェイさんの、発表イベントですね、実はあの合間にリチャード・ユーさんのインタビューもできたりして、まあ、それは携帯ショーにまた記事が載ってますので、ぜひご覧いただければと思うんですが、まあ、今日はこれを発表したということで、こんな感じですよみたいな、こんな感じですよみたいな感じでですね、なかなかすごい商品でございました。で、まあ、日本への発売ちょっとなかなか難しいのかな、どうなのかな、分かんない、まあ、5G の MVNO とか出てくれば、5G の SIM フリーのモデルが出てきて、ファーウェイさんのモデルが市場に流通することになるかもしれないんですが、ちょっとまだ何とも言えない状況です。それから、まあ、今回はあの HMS ですね、いわゆるファーウェイモバイルサービスを搭載したモデルということになっています。ですので、Google のサービスは使えないんですが、まあ、実はじゃあ Gmail 使えないじゃんって言って、実は Gmail はなんかあのマイクロソフトの Outlook でも実は受信できたりとか、いろいろ過去にもいろんなモデルが、いろんなアプリができてるんで、まあ、それはそんなに問題ないでしょ。多分一番日本とか、まあ、多くの国で鍵になるのは、まあ、地図ですね、マップ系が結構厳しいかなと思ってます。ただ、まあ、Google との付き合いが全くなくなったという話ではなくて、まあ、継続していろいろ協議はしているようですし、まあ、2019年以前のモデルに関しては普通にサポートを続けるということだそうなので、まあ、ただこれから、新しい、時代へ向けて、ファーウェイさんとしてはその Android をベースにして、その上にファーウェイモバイルサービスを乗っけて、まあ、そこで動作するそのアプリですね、アップギャラリーで、まあ、アプリをいろんな方に開発していただいて、それを提供していきましょうという形になるようです。その他にも、ドメイトブックの新モデルとか、無線 LAN とか CP 端末とかちょっといろいろありました。で、 MWC がなかった割にはですね、やっぱりちゃんとしっかり、仕込んでたものをここでこういう形で、まあ、いろいろちょっと制限は実はあったんですけれども、お披露目をできて世界の人に、お伝えすることができたのは、まあ、ファイヤーさんとしては良かったのかなと。まあ、日本市場での戦いは、まあ、だんだん、まあ、そのキャリアモデルがないので、まあ、これから今の段階では制限されることになっていくと思われるので大変だと思いますが、でもどんどんこういうね面白いモデルをぜひたくさん世に送り出していただいて、僕らをワクワクさせていただければと思います。ということで MWC のなかったバルセロナからお届けいたしました。それではまた。